はい、どうもさん、こんにちは、ノーです。今回ですね、ゴッドボスのプライドトルーパーズたちにこちらのデッキで挑んでいきました。あちらのゴッドボスなんですが、非常に戦闘力が高いことで、有名なんですが、今回ですね、その高い戦闘力を利用して、ダーブラゼノに、未知数の力のウイスですね、はい、こちらを利用して挑戦してみました。まずダーブラゼノのアビリティなんですが、暗黒魔界の王、戦闘力バトル終了時、敵チームの戦闘力5000ごとに敵チームのヒーローエナジーをマイナス1、自分のパワーを永続で3000アップ毎回ですね。あそこのゴッドボスが1ラウンド目で戦闘力を3万8000、出してくるので、ダーブラゼノで一気にヒーローエナジーを7個破壊して自分のパワーを永続でプラス2万1000ですかね。はい、というような感じの、面白いことになってます。2ラウンド目にユニット技を打ってくるんですけど、そのユニット技に必要なエナジーすらも、このダーブラゼノで破壊して、必殺技も、封じてというような感じで、もうね、こいつさえいれば正直あそこはね、怖いものなしですね。そして、はい、スーパーベビートランクスがですね、全宇宙ツフル化計画で、敵チームが3人以上の場合、戦闘力バトル終了時仲間アタッカーの数が敵アタッカーの数より多い時に仲間全員がダメージ軽減効果とガードを無効にして攻撃毎回。敵の数があそこ4人なので、こちらを入れておけば毎回アビリティが発動しますね。はい、ゴッドボスはガードが高いんですが、これで一気に敵のガードとダメージ軽減効果を、崩せます。そして今回の火力要因としては、こちらのウイスですね。はい、未知数の力でアタッカーにすると戦闘力バトル終了時に、敵チームの戦闘力数値分自分のパワーがアップする毎回です。はい、先ほど1ラウンド目で3万8000の戦闘力を叩き出してくると言ったんですが、これでそのままそっくり3万8000、ウィスのパワーが、上がることになりますね。はい、元のパワーを合わせればみんな4万超えです。で、下の4人は全員未知数の力となっていて、左のウィスがゴッドメテオで敵チームのエナジーをこちらもね、破壊する効果を持っているので、もうエナジー破壊もうゴリゴリで、パワー上げゴリゴリのデッキですね。ただし、自分チームにヒーローエナジーを貯める係がいないんですよね。はい、エナジー稼ぎもいないし戦闘力稼ぎも、いないので、まあ必殺技をね打つことができないんですよ、このデッキ。ただ必殺技を打たずして、通常攻撃だけで今回はね、ゴリゴリと削っていくような感じの戦い方になってるので、まあそれでね、どこまで戦えるかといったような、感じの検証も込めて、早速プレイ動画の方をどうぞ。恐ろしい、君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。プライドトルーパーズの力を見せてやる。剣道マスクで体力がアップしたぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でラウンドは敵のアビリティ透明、ここまでだ。覚悟はいいな。やめるはしない。あとは赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。しまった、敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。攻撃だ。ボタンを押せ。
した。それ。私が。敵のアビリティ発動だ。この程度でしますか。ボタンを押せ。攻撃ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。いい攻撃だ。あんな時はホットメテオモード突入。ジ・エンドです。それ危ない。次のラウンドではアタックエリアの敵にホットメテオ効果を与えるぞ。敵のアビリティは正面。ここまでだ。覚悟はいいな。我慢はしない。ラウンド2。タコスハドルアプリ発動チャンス。敵のアビリティは正面。ここまでだ。覚悟はいいな。我慢はしない。赤いエリアで敵の攻撃。ハドルアプリ効果発動。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。やるじゃないか。すごいな。敵のアビリティ正面。ここまでだ。すごいな。我々は知らない。我々に敗北を得るのかね。しまった。敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵の戦闘力や仲間のアビリティが君の正義を見せつけてやったな。道草を食ってしまいました。これが今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ランクインしたぞ。